どうも、ベネスパされていると思います。はい、ふっさ、眠り屋水産高校でサブアカやっていきたいと思います。敵の方は、久保、浅香、アグエロ、で、ミユ、ユー、ペドリ、この6人でいきたいと思っております。で、バチの方はキングエンブレム持ち込んでやっていきましょう。はい、そして、今日はね、いいやつ引いてまして、アイテムの方はパードリとマルヒブック持ち込んでおります。では、やっていきます。まあ、自分はね、アグエロ引かせていただきました。まあ、ペドリはやっぱりね、50になって強いタックっていう感じの印象がありましたんで、今回は、アグエロを、SR、引かせていただきました。まあ、ペドリ以外は全員 SR 確保と、SR 以上確保となっております。まあ、アグエロ、ペドリ以外は PSR 確保っていう感じなんですよね。もう PSR は引きまくったんですけども、当たり2人が来なかったという感じでございました。なので選択チケットで、アグエロを引かせていただきます。まあ、今後はね、多分アグエロの方は残るんじゃないのかなと自分は思ってます。まあ、ペドリもね、まあ、残る可能性はあります。残る可能性はあるんですけども、プラス金得をもらえるのはもらえるけども、上限アップがないと。まあ、それがちょっと厳しいかなと。まあ、練習効果アップはあるんですけども、やっぱりね、プラス金得もらえつつ、上限アップも持ってる。アグエルの方が、やっぱ、優位性は高いのかなと思ってます。で、いきなり星2がないのはちょっと辛いですが、まあ、しっかりとやっていきましょう。まあ、星2踏みたいよね、できればね。はい、上陸完了、いっておきます。はい、ペドリー。まあ、ペドリーはね、普通にね、強いんすわ。基礎能力が高すぎて、スピテクとか SS だからね、すごい楽。まあ、翼に比べて楽です。翼の場合、スピテク結構しんどいんですけどね。全然、こいつは大丈夫。ね。まあ、しっかりとやってます。で、これ、微妙だな。みゆちゃん踏んでいこうか。あ、坂。行きたかったけどね。はい、練習後イベント、ナイスです、ペドリー。さあ、イベントもしっかりと走るようにしてくださいね。で、浅香来ました。これね、体力回復させとこう。もうさすがにね、初めだし、まだいけると信じたい。いけると信じたい。しかも体力なかったしね。はい、ではこれは浅香行っちゃいましょう。はい、練習後イベント来てください。OK、ナイス。いいですね。浅香来てくれました。で、みゆちゃんももう告白来てくれました。早いですね。ありがたいです。みゆちゃんの告白来てくれました。で、みゆちゃんのデートはささっと終わらせていきましょう。はい、ここはもうメンタルに浅香が、あ、いる。あ、勝負するか。さあ、監督じゃなく浅香来い。あ、残念でした。みゆちゃんの、告白、デートでよかったですね。はい、では、基礎値を上げていきましょうか。オフェンステクニックをささっと上げてね、金徳は全部成功させていきたいところではございます。あと、ちょっとね、ペドリー使う場合、ちょっと気をつけたいといけないのは、敏捷が稼げません。まあ、ディフェンス60は行くけども、スピードね、まあ、とりあえず90を目指します。90を目指すけども、それ以上はちょっと絶対無理っていう感じですね。まあ、スピードにペドリが最後の方来てくれれば、バン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 踏んでいってもいいかなと思ってますね。はい。ではこれは上行って、星に島踏んでいきましょう。はい、行っておきますね。はい、オッケー。ディフェンス島。これ、浅香でもいいぞ。まあ、ペドリ行っておきましょう。まあ、いいです。まあ、浅香も踏めてるからね。踏めてるからいいです。はい、行っておきます。はい、70点ですね。OK です。さあ、ワンチャン早めからでかいタック。セク1からでもね、ペドリはまだでかいタック来る可能性がありますので、来てほしいですね。はい、ペドリ行っておきます。はい。まあ、ペドリの嫌なとこってね、ちょっとね、福井の方でも体力消費があるんですよ。それはちょっと辛い。これがなくなってくれば、まだ幾分マシなんですけどね。はい、これは、テク行っちゃいましょうか。テク行ってきます、浅香。はい、OK ですね。練習後イベントを来てくれております。はい、そして、これはデートですね。デート行ってきます。もう一回デート行こうか。次メンタルに浅香がいなかったらデート行きたいと思います。浅香の福井もう一回呼んでるから、もうささっと来てほしいんだけどな。はい、みゆちゃん。で、2回目のデートですね。これはサメ、いや、これワンボーだな。技術も大事。はい、で、みゆちゃん回復ありがとう。ナイス。いいですね。はい、そしてアグエロが終わってきました。てか、イベント進む結構進んでる感じがする。セク1からこう進んでくれるのはありがたいですね。浅香のイベント起こしてもよかったね。よかったよかった。これで1個足らないとかになっちゃうとね、浅香のせいだってなっちゃうからね。まあまあ、浅香のせいじゃない、俺のせいだな。浅香を踏んでしまったせいになっちゃいます。はい、はい、スタミナも上げていきましょう。
はい、そして左でもいいな。うん、星二島行っちゃいましょう。星二で結構ね、スタート地点にコツが集まってる感じはしてるね。はい、まあここだろうな。うん、行っておきます。はい、このまままっすぐ行きゃいい、いいね。で、左って、あれミスった。これ星2じゃないか。ごめん、これミスったわ。星2もう一個上だ。ごめん、ミスった。星1、2個目踏んじゃいましたね。まあいいや。まあいい、大成功です。まあいいです。まあ、なんとかなるよ、なんとかなる。はい、そしてゆうくんが進んでまいりまーす。競争しようよ。でこれは、筋力もらっておきましょうか。はい。では、セクションクリア。で、2352ということで、セクにやっていきましょう。さあ、でかいタック。さあ、でかいタック。はい、4タック、ナイス。でも、やっぱり、初めだからちょっとしょぼいね。まあ。星1島だったからちょっとしょぼかったのかな。まあ、しょうがないけど。はい、オッケー、ナイス、アスカ。いいよ。アスカがしっかりと毎回来てくれるのはありがたいですね。はい。ワンタックは行きたくない。で、ここはデート行っちゃおう。これは次の布石でデート行っちゃいましょう。で、オフェンス振っときます。で、まあ、オフェンスはバンバン振れるね。うん。この編成で足らないのはひたすら敏捷だけなんで。まあ、いかに敏捷を上げていくかと。いかにどう稼いでいくかが大事になります。はい。では、デート行きます。デート行っておきましょう。はい、みゆちゃんデート3回目。はい、ゆうくん。負けたのか。まあ、しょうがない。で、朝香がメンタルにいる。オッケー、ナイス、体力回復。オッケー、いいね。で、みゆちゃんのイベント終わりました。これ結構進んでんぞ、イベント。あ、これはいかない。これはいきません。はい。で、これは海洋冒険行くんですけども、まあ、とりあえずディフェンス C までは上げておきますね。ディフェンス C までは上げておきます。はい、どこ行こうか。左の上でもいいけど。はい。まあ、下行って、で、上上がって左行ってね。まあ、こんな感じで行きましょう。左行くのもありなんですけどね。まあ、とりあえずこの辺のコツを回収しておきましょうか。はい。で、このまま北上ということで、行っちゃいます。はい、ディフェンス、メンタル。ディフェンススタミナか。はい、行っときます。行きましょう。で、ごめん、カフーじゃない。ごめん。なんで俺カフーって言った?ペドリですね。はい、オッケー。大成功。もう大成功になってきてるね。オッケーオッケー。ここまで上がったらね、さすがに。はい。で、ゆうくんもイベント進んできます。ゆうくんささっとイベント終わらせよう。振るとこを作らないといけないからね。敏捷計算結構難しいんですよ。ゆうくんとかね、久保のね、そう、金徳がね、意外とプラス金徳でね、敏捷を使うか嫌なんですよね。それがなかったらいい。どんだけマシか。はい。そして朝か、練習後イベント。はい、オッケー、ナイス。で、久保くんが、お、いいね。これ切っちゃいます。これは切っちゃいましょう。てか、イベント走るね。イベント走ってくれてるね。オッケー。で、メンタルに行く、朝香がいないから。じゃあ、これはデート行っちゃいましょう。4回目デート。早くも4回目デート行っちゃいます。まあ、しょうがないけどね。早いな。で、スピード C まではとりあえず来ました。とりあえず C までは来てくれました。で、みゆちゃん行っときます。これは筋力敏捷をもらっておきましょう。最近下の方がいいですね。経験点の装填も高いし、敏捷だけっていうわけにはいかないんで、体力の回復も下の方がいいです。はい。で、右そろそろ行きたいな。右そろそろ行っとこうか。結構高回力上がってるからね、この辺、潰しておきます。はい、このまま上行っちゃおうか。星には踏まないといけないからね。はい。で、このまま。まあ、いいか。ここ行っちゃいます。左上行っちゃいます。ワンチャンこれ、出ヶ島。あ、行ける気もするけど、行っちゃうか。
いける気もするんすよ。オフェンスパワーなら、オフェンス上げてるからね、しっかりとね。はい、オッケー、行ってくれました。デカ島クリア。ナイスです。いいよ。その調子。はい、そしてオフェンスしょぼいな。あー、これはテクですね。これはテク。はい、ではパワー上げといて、うん。まあ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 。これでいっちゃいましょう。テクニックいっちゃいます。で、朝霞。オッケー。もう朝霞もいいね。イベントと朝霞は問題ない。あとはどれだけ経験点がハマってくれるか。ペドリでどれだけハマってくれるかが大事になってきます。はい、アグエロ。成功してね。ジェントリーや。オーケー、ナイス。ゲット。いいね。で、40、高えな。ここで40か。うわー、来た、いいね。いいよ、いい仕事してる。それはナイスすぎる。それはありがたい。ありがたいよ。で、ここでオフェンス踏んで、朝霞、朝霞来い、朝霞。朝霞が練習後イベント。うわ、来ない。うわー、で、これはどっち？回復？あー、回復コースね、オッケー。で、ダブルタック、ダブルタックはスルーさせていただきたいなと思ってます。で、回復コースは潰しておきたいなっていう感じですね。どうする？どうする？どうするよ、これ。微妙だな。ドリンク飲むのもいいけど、これはもうデート最終行っちゃおうか。超回復くれよ。くれよ。なんか早めにやったらこれ失敗するイメージがある。やっぱそうか、超回復失敗か。痛いな、超回復失敗が痛いな。で、久保くん。経験でも結構ハマってる感じはするんですけどね。通宅、これはいきません。意外と経験点出てる感じはする。ね、でかい宅踏んでるからね。これは左上の方行って、でか島もワンチャンっていう感じはしてますね。はい。はい、でか島何で来る？何が来る？オフェンスパワーなら確実にいけるんだろうけども。いけるんだろうけども。スピードテクニック。まあ、強いけどね。強いけど、強いけどって感じなんですよ。うん。どうしよう。ディフェンス行く？スピテクに戻るか。スピテクに戻るか。まあ、右側でもいいけど、まあ、スピテクに戻りましょう。いいです。はい、戻っちゃいます。はい、行っちゃいましょう。さすがにもういけると信じたいけどね。まあ、ちょっと、うん、日和りました。あ、ちょっと日和って正解だったかもしれない。やっぱスピテク、まあ、ペドリといえど、まだまだだな。まだまだ。まだ足らん。はい。で、ゆうくんが終わってきます。ほんとイベント進んでるよね。ありがたい。これは来たぞ。これは来てる。はい、8056。経験点も出てるよ。経験点も出てる。さあ、この調子でもっともっと出していこう。はい。そして、ダブルタック、ダブルタック、ダブルタックか。まあ、とりあえず。とりあえずオフェンス上げてもいいけど、これはテクも上げたいんだよな。テクも上げときたい。まあ、海洋冒険にはやっぱり100以上したとで関係ないからね。110にしたら関係あるのかもしれないけど、110にしたらもうその時点でもう星5、星4までクリアできるからね。はい、ではオフェンスいっちゃいます。で、ワンチャン来い。安い。お、ナイス。ナイス。チームメイトの評価本当に余裕だね。はい、朝霞も進んでいきます。で、久保くんあと1回ぐらいで、朝霞あと2回。終わるね。アグエラも終わってるからね。ナイスですね。で、これは43なんだよ。どうしようかな。これタックいっとくか。いや、これは、いや、朝霞いっときます。朝霞。で、ゆうくんのコツ。で、もう踏まなくていいからね。もう踏まなくていい。で、ペドリ。はい、ペドリ残り1回か。残り1回ですね。で、ここで回復もらいました。で、ワンタック。いや、もうさすがに朝霞踏まなくていい。さすがに踏まなくていいから、もうこれはもういいです。攻めます。いや、待てよ。みずいちゃんの評価。まあいいか。まだいいか。オフェンスいっときます。もうこれはこれ、行くしかないですね。はい、スペシャルタックいきます。
はい、そして久保くんも進んでいきます。 OK です。久保くんあと1回。はい、ダブルタック、これはスルーでいいかな。海洋冒険いきましょう。これはもういいよ、海洋冒険で。全然海洋冒険でいい。ダブルタックはまだいい。最後の方でこういうダブルタックならもうちょっと経験点高いし、踏んじゃってもいいかなと思うところはありますが、これはいいかな。うん、能力だけ振っとこう。はい、これでいっちゃいます。これでいきます。はい、では先ほどちょっと踏まなかったスピテク島行ってしまいましょうか。さすがにこれはもう成功すると思っております。さすがに大成功は踏めると思う。うん、はい、では下のコツ取りつつ行っちゃいましょうか。下のコツ取って、まあ、この辺の荒開発して会議行きましょう。このまま上ね、このまま上行ってコツは湧いてこないはずなんですよ。確かもう湧いてこないで、このままあカモメで、ウミガメ行っていくかな。うん、はい、ではこれで行ってしまいます。行きましょう。さすがに勝ってさすがにペトリ頼むぞ。はい、行っちゃいます。はい、オッケー、余裕だね。大成功、いいでしょう。さすが SS っていうだけはあるね。ありがたいです。はい、そしてオフェンスタック、ワンタックか。まあ行くしかねえんだわな。行ってきます。もうこんなしょぼいタックでもね、一応行ってきます。まあ一回休むって言ってもありやけど、ドリンクはまあある程度あるし、まあ今回来なかったしね。これは一回休んでおきましょう。休んでおきます。はい、OK。で、ペドリが来てくれました。はい。まあ、体力消費。ちょっとタックがハマってねえな。ちょっとタックがハマってないです。もうちょっとハマってくれないと困ります。困ってください。お願いします。まあ、監督の評価は上がってるね。はい、これは体力回復しておきます。はい、これはもう海洋冒険ですね。いや、この3ターンしょぼすぎたな。さすがにしょぼすぎたな。もうちょっと稼がせてほしい。でテク振るしかないのかな、これ技術な。まあ司令塔、まあ微妙だな。結成しだらねえか。はい、これでいっちゃいます。では金徳島行ってしまいましょう。まあルートどうするかなんだよな。まあ上からだろうな。はい、行っておきます。行きましょう。とりあえずコツを拾いたいのですが、微妙だ。でこれはディフェンススタミナ、まあいいでしょう。ディフェンススタミナいいよ。できればディフェンススタミナばっかりでフィジカルモンスターもらいたいからね。オフェンスパワーが一番いらない。オフェンスパワー簡単に勝てる感じですけども一番いらないね。うん、精密機械はいらない、まあ、できればね。スピードスターも正直きつい。この編成なんでペドリーの牽制はちょっとしんどい。 OK、 ナイス、成功、大成功ですね。 OK です。さあタックお願いしますよ。タック来てね。ダブルタック、まあまあまあいいでしょう。でみゆちゃんも含めていきます。みゆちゃんも含めていきます。そうだね、パワーは90になりました。あとスタミナだけか。まあいいでしょう、いける。でみゆちゃんの評価もこれで十分じゃないかな。あとまあ学園祭来ればね、十分です。余裕です。練習後イベントも来た。でゆうくんが終わってきました。 OKOKOK 久保くん終わったっけ。久保くんもさっさと終わらせてほしいんだけどな。久保くん終わらせていこう。でダブルタック、あ、これは踏む。ドリンク飲んでいきます。これはドリンク飲んでいきましょう。ドリンクはもうバンバン使っていきます。よいしょ。スタミナ上げたけど技術振りてんだな。ドリンク使っていこう。まあ朝霞とか来たとしてもこれ体力回復させれるからね。うん、まあとりあえずこれで溢れはしないんでこのままいきます。はい、あと39。あ、溢れないでしょ。で、まあ一応踏んでおきます。ペドリ終わり。はい、あ、溢れた、ごめん。技術溢れたわ。で、精密機械まで触れ取れるようになった。OK。バイタルファング。バイタルファング。で、ここで、トリプルタック来た。いいよ。それナイス。それナイス。それナイスです。トリプルタックありがたいよ。
で、精密潰す前にこれちょっと性格無比だな。技術がちょっと余り気味になってる。で、敏捷をちょっと使っておきたい。敏捷、金徳早めに振っといてね、敏捷どれぐらい必要かという計算をしないといけないんで、敏捷を使っていく。で、ここはドリンクもう一丁飲んでいこうか。ちょっと体力やばくなってきた感じはしますが、まあいいです。ドリンクやばく、ちょっとって思ってますが、まあ大丈夫。大丈夫なはず。潰しとこう。はい。では、これはオフェンス行ってしまいます。行きましょう。まあ、精神は出てるね。で、安井くん。あ、来ない。で、久保くん終わりました。イベント終わってきたね。ナイスだね。それはありがたいよ。で、ワンタック。これは海洋冒険行っちゃいましょう。で、敏捷が欲しいです。はい。で、精密機械でもいいけどな。うん。まあ、こっち先取っちゃおうか。先取っちゃいます。先ちょっと金徳の方を計算させてください。はい、これでいきます。で、海洋冒険行ってしまいますが、どこ行こうかな。右上でもいいけど、左上でもいいんだよな。うん。まあでも右の方が全然開拓しない感じがする。まあとりあえず右開拓していこう。はい、とりあえず行きつつ、この道も一応行っといて、はい、行っておきます。上行った、いるかね。このまま上行っていいものなのか、行ってもいいか。まあこっちだな。こっち行っておきましょう。うん、スピテク。スピテクばっか踏んでる感じはする。もうスピードスターだな、これ。印象足らんな。まあ、振らないっていう手はある。で、てか、ダッシュコートが確か来てないはずなんですよ。ダッシュコート欲しいな。それなら5とかでくれればワンチャンスピードスターも取れるんだけどな。はい、大成功。OK ですね。はい、ではセク3終了。経験点はもうちょっと、でも結構出てる。最後オフェンスタック結構来たからね。ありがたいことに。はい。で、18,200。OK、いいよ。いい感じ。もっと爆発させていこう。もっと爆発ね。行こう。で、ダブルタックいいよ。ダブルタック。ペドリね、ダブルタックでもね、技術がね、650とか来てるから、めちゃくちゃ強いよね。ありがたい。まあ、アグエロ効果、でもアグエロもそこまで強くはないんですよね。まあ、ペドリ50は強すぎるんだよ。いやー、来ないか、タック来ない。でも、タック来ないってことは、もしかしたら敏捷にいるかもしんないですよ。敏捷。敏捷が欲しい。ひたすら敏捷が欲しいです。ひたすら敏捷が欲しいです。スピード。おー、来た！オッケー。いいよ。で、これ、安井くん練習後イベント。あ、来ないか。で、これは切っておきます。一応、朝霞が終わってないんで切っておきます。で、これは一回休もうか。一回休みます。どこにもいないんで、これは一回休んでいきます。で、そろそろチームメイトの評価なんかで上がってくんね。はい、オフェンス。ダブルタック。これは行っちゃおうか。これは行っちゃいます。海洋冒険もうそろそろ行く必要がなくなってきてるんで、これは行っちゃいます。行っちゃいましょう。で、これは、メンタルならいかない。メンタルならいかない。スピードディフェンスならワンチャンいこうかなと思ったけど、いいです。で、敏捷ね、足りっかな。敏捷怪しいな。右奥、左奥が残ってるから、ちょっと冒険しつつ行っちゃいましょうか。はい、まあ、とりあえず、コツを沸かさないといけないんですけども、この辺でコツ沸かないか。このまま北上しよう。まあ、でもこっち方面行ってないはずだから沸くはずなんですよ、いろいろと。あ、いるか。え、カモメ。あ、いるか。か、まあ、上の方、どっちでもいいんだよな、正直ね。正直どっちでも。あ、でも、1,2,3。はい、まあいいか。はい、では、ペドリ行ってきまーす。行きましょう。はい、オッケー、97点。問題なく終わっていきます。さあ、でかいタックが来てほしい。はい、達人キープね、オッケー。で、ここで、オフェンスタック、3タック、オッケー！完走しております。いいね。その調子でいきましょう。その調子でいこう。
はい、これでいっちゃいましょうか。まあ、筋力はまあ、振れはしないね。OK。で、ここで浅川体力回復。まあ、49だからね、ワンチャンこれもうやっちゃってもいいんだよね。うん。まあ、もう、こなしときます。ベルベットパスもらっ、あ、ミスった。ギウスマックスだからベルベットパス行かない方がよかったか。まあいいや。まあいい、まあいい。はい、50ね。で、ここで敏捷を稼ぐか、敏捷を稼がせていただくか、あ、稼げましたね。オッケー、ナイス。それはありがたい。来たね。しかも、しっかりと上がってるね。しっかりと上がってる。まあ、この辺取っといて、ね、ベルベットも取っとく。まあまあまあ、オフェンス112ね。まあ、ここは、敏捷を取りに行きましょうか。ね。11。休もう。いい。もう、いい。ちょっとごめん。やっぱり、ここは休んできます。認証欲しかったけどね。ちょっと、ここはちょっと体力的にしんどかった。ダブルタックオッケー。まあ、これは、休んどいて正解だったと思いたい。うん。まだオフェンスが意外と技術まだまだ必要だと思ったんで。あれ？俺ミスった今。作品落ちたよな。あ、やっちまった。やっちまったけど、ここはなんとか2点取ればいけるかね。作品でも2点取れれば OK です。はい、奇跡です。お、取れました。取れた。2点取れた。OKOK。満点取れました。OK。しっかり前半後半より高く取れました。OK です。はい、ここはもう海洋冒険行ってしまいましょう。で、オフェンスは振り切りました。あと、精密、攻撃の心臓、性格無比。ギリだなぁ。まだオフェンスタック欲しいなぁ。でかいタック来てもらわないと困るな。あと、ワンタック、ツータック、ワンタック、ワンタック一発カウンスト来て、まあ、それ以外でも、まあ、ワンタック、ツータックみたいな感じの、じゃあ、スリータックか。スリータックのカウンスト一発来て、まあ、それ以外で、ちょっと、ツータック一回ぐらい来てくれれば、いい感じにまとまるんではないでしょうか。まあ、敏捷もちょっと足らん気もするけど、まあね、最後スピースターなんだろうなぁ。スピースター取りたくねえなーっていう感じはしてます。スピースター取りたくない。てかコツが全然わかない。意外とコツ全部取りき、全部ではないけど、結構取ってるね。結構取れました。ありがたいことに。ありがたいことに結構コツは取れました。これは下だね。うん、ディフェンスいってきます。はい、スピテックよりこっちです。技術も大事ですが、もう敏捷の方が大事です。敏捷取りましょう。はい、いっちゃいます。はい、OK、いいですね。100点です。問題ないです。はい、OK、上陸完了。よいしょ。はい、ここに来て、これが来た。あー、これはもっと早めに来たら体力回復できたのにな、朝霞でね。はい。で、これは、技術もらってきます。いいです。で、ここでオフェンスに、いや、いい、ツータック、ナイス。いいね。600、ね、740稼げるか、ツータック。ありがてえな。まあ、これ、敏捷使いてんだ。行っておくか。はい、では、これでいっちゃいます。オフェンス行きましょう。まあ、あとワンタック。あとワンタック、乾燥来てほしい。あとワンタック、乾燥来よう。乾燥。乾燥。で、ここ、チームメイトの評価上がるね。まあ、ネキリッコ持ち込んでないから来ないと思った。はい、ワンタック。これは、ドリンクどうす、まあでも踏むしかねえんだろうな。これはもう攻めるしかないんだよ。多分攻めるしかない。で、あ、足りるね。ごめん、足りたわ。足りた、足りた。ギリ足りた。うん。これでいけるはず。しかも、ミュウちゃんがいるから、これ足りますね。オッケー。で、あと3ターン。あと3ターン。はい、来ました。3択。はい、来ました。あ、来た来た。これは来た。来た。あ、まあ、超回復取れなかったけど、いけるね。この2つ取り切れるね。敏捷がちょっと足らんけど、試合後ならば取れる。で、ここら辺のコツ結構取れてるから、まあ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 、でも、スピスタが取れないな。スピスタが取れないな。取れねえけど、ちょっと技術振っときたい。ちょっと技術振っときたい。取れないなぁ。敏捷なぁ。どうすればいいんだろうな、このデッキね。でも結構、ね、あの時やっぱ、スピード踏んどいた方がよかったのかなぁ。まあ、結果論ですけどね。ここまでオフェンスタックがハマると思ってなかった。はい。OK です。ナイス。オフェンスはもう稼ぎ切った。稼ぎ切ったけど、ここから敏捷。あ、敏捷来ない。あ、マジ？え、マジ？マジ？マジっすか？マジですか？マジですか？マジか？そう来ましたか？そう来てくれましたか？敏捷取りたくない。テク振りたいから敏捷取りたくないけど、もうこれは仕方ないんだよな。ね。こんな辺取っとこうか。でもね、これ、取ったところで稼げる、振るものがなくなっちゃうんだよな。技術な。
はい、行っちゃいます。ありがとうね、カンスト、カンスト、ありがとうございました。ナイスです。もう次はスピード D よ。次はスピード D、 次はスピードがディフェンスに来て。もうさすがに、さすがにもう技術は、あ、でもテク、テクか、触れねえんだわな、敏捷残した。うーん、そうなんだよな。まあこの辺取っとこうかね、取ってきます。はい、まあでもある程度触れたかな。まあ技術は溢れますが、まあいいです。はい、では行ってしまいましょうか。行きましょう。はい、3対0終わりました。敏捷ここで補填できます。はい、技術は溢れましたね。さあ最後、あースピードコズ、あーマジか、え、なんで、いつもはさ、俺嫌われてんだ、ペドリ、ペドリというか、最後の最後で皆さんに、ね、嫌われるっていうね。翼においても、ペドリにおいても、ね、イサキにおいても、みんなに嫌われるはずなんですけども、なんでだ、なんでこんなに今回好かれてる、マジで好かれてるね、好かれてる。まあとりあえずテク105まで、あー、テクあれか、いけるのか、106いけるのか。まあでも攻撃の振動、最後のあのプラス金属は試合終わってからだね。試合終わってから取るしかないね。で、敏捷は足らんね。足らんね。全く足らんね。全く足らん。技術が欲しい。技術。いや、技術が欲しくない。技術を使いたい。うん。できれば、敏捷ね、60残しておきたいんですよ。敏捷60残しておけば、テクに触れるんですよ。うん、まあいいや。7ぐらい。いいでしょう。はい、ではこれでいってしまいます。オフェンスナイスカウントタック、あざっす。でここでテク2振って試合いっちゃいましょうね。いやーこれ精密じゃあ SP スター来てほしくなかったな。まあしょうがねえんだろうな、コーチングも取れると思うけどな。取っちゃってもいいと思うけどな、この辺もな。正直精神も余るんすよ、精神も余るんすよね。まあ、技術が微妙だから、まあ、置いとくか。はい、終わりました。無事終わっております。ということで、満点取れたかなという感じですね。はい、ここ、ちょっとバルサ、ガチでやってきます。ガチで点取ってきます。ここは敏捷10でも欲しいんで、ガチで取っていきたいと思います。行きましょう。はい、終わりました。2点取って、満点です。オール10もらいました。オッケー。さあ、経験点どれぐらい出た？もうバカほど出たぞ。これサブアカ無課金アカウントですかね。皆さんお忘れかもしれませんが、これは無課金アカウントです。まあ、ペドリが強いっていう証明にはなったんですけども、何点ぐらい出た？で、これはワンチャンフィジカルモンスターとか来ないかな？来ないだろうな。来ないんでしょうね。だよね。はい。3万7000。マジか。はい、振ってまいりました。もうおそらく、歴代乗りましたね。歴代乗ってくれました。ね。XSS1 に行った。はい、XSS の2行きました。これ超回復取れてて、最後スピスタ取れてれば XSS4 いけましたね。いやーこれなー、でも敏捷あと500ぐらい欲しかったんですよ。いやまあそれは無理だ、それは無理、それは無理だとしても意外と敏捷稼げた。まあ途中でね、ちゃんとスピードに来た時、ペドリがスピードに来た時にもうちょっと踏んでればよかったなっていう後悔はあります。あとスピードをね、90まで上げなかったら、60までで止めてればまた他の特能も振りたかなっていうものもあります。なので、まあ、ペドリ使う時はスピードも60かな、スピード60に止めた方がいいかもしれません。はい、ということで今回は終わらせていただきます。ご視聴ありがとうございました。こちらの動画が良かったなと思う方はグッドボタン、そしてチャンネル登録、そう、歴代は21になりました。なんとか超えることができましたので、また次の動画見てください。ではまた次の動画でお会いいたしましょう。ベタでした。さよならー。